こんにちは。今日は浜田省吾さんのマスクをつけてみました。で、今日はそう、今日はと言いますとですね、お買い物をしたんですけれども、それが届いてやっと今日開封ができるんですよ。ちょっと中身早速開けていきたいと思います。あの、本当この撮影のために開けるのを我慢してたんですよ。出てきた。思ったよりも大きいね。でれーん、浜田省吾さんのコンサートのパンフレットになります。ツアーパンフやね。そう、でかい。結構でかいっすね。大きいね、これ。私と比べてもこんなでかい。よいしょ。ででーん、多分知ってる方はあーこれかってわかると思うんですけれども、でちょっとあの動画の関係上中身を全部見せるっていうこととかはできないんですけれども、こういうのを欲しいよとか買おうか迷ってるよっていう方に向けても、まあ参考になればと思って、著作権侵害にならない程度でちょっとお伝えしていこうかなと思います。で、私たちが今回買ったのは、84年とあとは85年、86年の3冊ですね。で、これが実はおまけがあって、そう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 、じゃじゃーん、これすごくない？これは84年、85年、86年の時のチケットですね。チケットの半券やね。そう、半券まで一緒につけてくれてたんですよね。わ、せっかくならね、半券がついてた方がいいじゃんということで買いました。そうそう、これもちょっと後でじっくりと。で、先に順番にちょっと84年のツアーパンフからちょっと中身の感想をお話ししていけたらなと思います。うわ、もう初めて見るから超楽しみ。うん、おー、若いかっこいい。うわー、やばい超かっこいいよ。いや、もう本当に私80年代の時の浜田省吾さんのルックスが一番好きで、あのいわゆる本当にあの上がなんか白のなんかタンクトップとか T シャツだったりとか、下がジーンズの時ですよね。ブルース・スプリングスティーン、そう、ブルース・スプリングスティーン的な感じの時ね、さんのまあ象徴格好なのかなみたいな。いやー、脇の下かっこいいこのね、80年代の時の私は浜田省吾さんの腕の筋肉が好きなんですよ。なんか腕綺麗ですよね、めちゃめちゃね。うん、いやー、上半身裸。え、どれ？ほらほんまやかっこいい。え、もしかしてバスケやってる一人でバスケやってるこれすごいかっこいい。かっこいい。写真がたっぷり入ってるね。いや、たっぷりだね。結構ツアー中のやつそれかな。なんか思ったよりも結構写真がありますね。いやー、すごい。買ってもらってよかった。いやー、かっこいいほら見て、うん、これこの人古村さん。古村さんもめちゃめちゃ若い。当たり前かもしれないですけど、かっこいい。いや、本当にもし迷われてる方がいたら、しかも私みたいに80年代の時の浜田省吾さんのルックス超イケメン好きっていう人はもう迷わず買うべき。これはやばいです、うん、超かっこいい。こんだけ写真がメインやと思わなかったね。いや、なんかもっと文字とかもあるの買った方がいいっす、マジで。いや、ちょっとそれかっこいいね。あ、これ上司さんだ。やばいね。やばい、これはやばいぞ。いや、これは買ってよかったな。で、私は85年の時のツアーパンフのね、写真をなんかこう見て、うん、それでうわ、かっこいいから買おうって感じだったんですけど、84年もやばいですね。これはやばい。なんかいい写真が本当1、2枚あればもうそれだけでもう満足っていうぐらいの気持ちで買ったけど、うん、もうとんでもない、全部やばい。いや、ちょっとこれはもう私はこれだけでも買ってよかったと思える。いや、やばい。84年だけで私はもうツアーしてた場所とかも最初、一番最初書いてたんじゃない？最初あ、書いてた書いてた。84年の8月からやってたコンサートだよね。いや、やばい、かっこいいね。かっこいいね。次は85年ですね。逆に85年っていうと作品的にはいつぐらいなんやろう。
ダウンバイザメインストリートとか。おお、そうかそうか。でも84年か、ダウンバイザメインストリートは。ジェイボーイとの間のツアーやね、じゃあ。そうだね。この絵もダウンバイザメインストリートっぽい感じの。うん、この表紙もなんか爽やかでいいよね、裏もこんな感じで。うん、早速見ていきたいと思います。ん？なんか正誤表が入ってますか。でもこういうのもちゃんと残ってるの嬉しいね。うん、贅沢な写真の使い方、ページの使い方してるね。かっこいいな。さっきのツアーパンフとはまた違った感じの雰囲気よね。雰囲気全然違うね。多分84年のやつの方が写真の数は多いかもしれない、うん、ライブ写真とかいろいろあったりとかして、こっちはなんかちょっと作品みたいな感じよね。そうだね。おいや後ろ姿やレアやな。レアやな。いやだって確かに後ろ姿あんま見えへん。レアだな、このショットは。しかもめっちゃ髪の毛の一本一本まで。後ろ姿の後頭部が乗ってるんですけど、いやだって浜田翔吾さんを正面から映像で見ることあっても、後頭部見ることってあんまなくない？確かにこんなに近くで見ることないね。あー、かっこいい！これね、これ私はこの写真で買うことを決めたんですよ。ちょっとこれだけはチラッとね、チラッとお見せします。これですね。このなんて言うんだろう、幼いっていうんですかね、なんか少年感っていうか、なんかこの写真に私はやられてしまいまして。そう、なんか爽やかなんだよね、すごく。おお、ね、ライブの様子もちょっと写ってるね、うん、白黒写真なんか雰囲気的。おお。こっちはなんか全体的に青っぽいっていうか、こう大人っぽくて色っぽさもありつつ、でも可愛さもありつつみたいな感じですかね。砂と戯れてる。かわいい。かわいい。ああ、なるほど。なんかこっちの方が意外と落ち着いた雰囲気がありましたね。なんか84年の方が写真のカットはいっぱい多かったです、うん、こっちは写真の枚数はなんか思ったよりは少なかったけど、でも私は好きなショットの写真があったので大満足だし、さっきのやつは本当ツアーのスナップみたいな感じで、こっちはちょっとちゃんと、うん、作って写真を撮ってるっていう、っていう感じ。なんかこっちの方がなんかおしゃれ感はありましたね。最後は86年のツアーパンフを見ていきます。 I'm a J-boy、yes. これ愛が好きなやつのツアーのやつじゃない？そう持つのも大変なくらいでかいね。大きい、結構大きいんですよこれが。また、まあ、でも1年ごとに大人になってる感じはあるね。ちょっと大人っぽくなったよね。まあ、おしゃれだね、確かに。あ、かっこいい。こういうの好き。かっこいいね、雰囲気写真、モノクロで。かっこいい。アメリカで撮ってんのかなこれ。なんか海外っぽい感じするよね、うん、あ、半ズボン来ました。半ズボン、半ズボンファンの皆様。半ズボンの皆様。あ、半ズボンに白靴下。小学生スタイル。なんか笑っちゃいけないけど、ちょっと面白い。へえ、かっこいいじゃん。こっちはちょっとカットが写真多いね、海外で撮った写真、うん、あと白黒の写真とかが結構全体的に多めな印象ですね、うん、シックな感じ。うん、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいいね。あ、全員集合写真。かっこいい。笑顔がイケメン。みんな若っ。若えな。楽しそう、ね、おー、かっこいいね。大人っぽい、うん、ちょっと J-boy の時のジャケットみたいな、あ、ね、髪型やね。そうだね。へー、おー、よかった、よかったですね、全部。で、最後はチケットの半券ですね。これが84年の時のチケットの半券になります。今やとピアとかで本当印字だけとかっていうチケット多いから、うん、この頃のこういうのって本当羨ましいな。その公演ごとに本当に作ったデザインであったりとか、うん、ちゃんとデザインがあるよね。楽しいよね。お、うん、後ろに席乗ってるやん。そう、乗ってる。こちらが85年の時のツアーの半券ですね。この時のツアーはパンフもそうやけど、ダウンバイザメインストリートの雰囲気を踏襲してるんだよね、うん、絵の感じとかも ね、同じ人が描いてあるね。ぽいよね、エラこんな感じ。最後が86年の半券になります。こんな感じ、かっこいい。パンフでしょ、ここにいます。裏こんな感じ。という感じで、今日は購入したツアーのパンフレットについてお話をしていきました。
なんかね、2016年のソロデビュー40周年の記念で、うん、全部のツアーパンフが一応電子書籍で復刻してるらしいんだよね。あ、なるほど。そう、調べたら紀ノ国屋書店、アマゾン、楽天、iBook で購入可能ということでね。なのでもし電子書籍とかかさばらないのが好きっていう方はそういうのをちょっとチェックしてみるのもいいのかなと思うので、ぜひ見てみてください。まあ参考までに私たちはこの3冊プラス半券でだいたい4000円ちょいぐらいに、個人的に写真の多さとか内容とかで満足したのは84年でした。浜田翔子さんの若い時がすごい好きで、もう浜田翔子さんの写真がいっぱい欲しいです、かっこいいのいっぱい欲しいですっていう人は84年のやつめっちゃおすすめです。で、85年のやつは意外と中身が大人っぽいっていうか、写真のカット数にすると少ないんですけれども、で1枚私がさっき見せたあの幼可愛いショットがあります。大人っぽい雰囲気が好きだよっていう方はこちらおすすめします。最後85年のやつは結構白黒の写真が多めな印象で、今までのやつよりも大人っぽくなってる感じなので、そういうシックなのが好きだよっていう方におすすめします。値段としては1冊500円からまあ1500円ぐらいかな、平均して。まあ定額でっていうことであれば、あのもう電子書籍、うん、もういつでもどこでも、うん、もうスマホさえあればどこでも見れるわけだからね、うん、という感じで今日はパンフレットの紹介をしてみました。で、持ってなくて気になるよって方もちょっとでも参考になれたら嬉しいです。で、今後も浜田翔吾さんについての動画を投稿していきますので、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。